アブドラフマーン・シャルガムは、リビアの政治家、外交官。2000年から2009年まで、対外連絡、国際協力初期。2009年3月4日、内閣改造に伴い外省ポストを、ムーサ・クーサ地方地方長庁長官と交代し、国連アンポリリビア代表に任命された。外省在職中は最高指導者、カッザーフィーの意向もあり、アメリカ・リビア間の関係改善が促進された。 2009年12月31日からアンポリ、非常任理事に選出されている。2011年の内戦が勃発した時点で国連大使の地位にあった。カッザーフィーとは高校以来50年の長き友人関係にあり、内戦当初、カッザーフィーに忠実な立場を取り、政権批判の立場に立つだ場支持席大使と対立したが、 2月25日の国連安保理会合で、カッツアーフィー批判の演説を行った。演説の中では、ヒトラーなど、古今の独裁者を引き合いに出しながら、時折涙を流しながら、国民に手を出すな。我々は決して降伏しないと訴えた。フォーリン・ミニスターズ・ LR、ルーラース、2007年3月27日閲覧。リビーン、スパイチーフネームド FM イン・リー・シュファル。 AFP 4マーチ2009リビア国連大使涙の演説産経新聞 http://sankei.jp msn.com ワールドニュース11226 mds 11長22 226億8 1 8 8 8万 8n1 htm 2011年2月27日閲覧ありがとうございます